どうもこんにちは、タムジョーです。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今日はね、皆さんにお伝えしたいことがありましてね、この動画撮ってるんですけど、まあ、僕今お昼なんですよ。皆さんはちょっと何時かわかんなくて、まあ多分僕だけお昼なんですよ。だけかわかんないけど、まあ12時半なんで、こうバリバリの昼なんですけれども、午前ね、まあ僕今日休みだから寝てたんですよ。で、そしたら、午前中、なんか家にピンポンって来て、で、僕まあ寝てたから、ばあちゃんがこうね、出てね。で、そしたらどうやら、なんか宅配が、こう届いたと。いうことで、あるものが届きました。で、まあ、その宅配ね、見覚えないなと思って。いつもだったら、ね、LINE のなんかさ、ヤマト運輸がなんかのアプリに、こうね、何時に、こう届けますとか、何日に、これが届きますみたいなのが、こう通知で来るわけですよ。ね、メールとかで。なんですけど、それが一切なかったので、あれ?なんか頼んだっけなと思って、でね、こう、まあ、ばあちゃんからもらって、こう見たわけですよ。で、こう誰から届いてんだろうなと思って見たら、グエム・アブラハムって書いてあったんですよ。アブちゃん!アブちゃん!ちょっとね、アブちゃん知らない人のために言っておくんですけども、南スーダンのね、代表の陸上選手で、で、まあ、僕がお世話になってるね、クス師匠、ね、もともとトゥーラップスで今シャークスでやっておりますが、クスさんのこう、チームに入ってるアブラハム選手、ね、まあ、アブラハム選手めちゃめちゃ仲良くさせてもらってますが、ただアブラハム選手から、荷物が届いたということで、ちょっと、ね、今手元にあるので見せたいと思います。こちらです。ズドンということで、でかくね?なんかめちゃめちゃでかくね?はい。ということで、このめちゃめちゃもう顔と比べてこのぐらいのね、大きさですよ。はい。めちゃめちゃでかいアイテムが、なんか届いたぞということで、こちらですね、今日。開封していこうかなと思っております。はい。いや、アブちゃんからさ、ね、届くことなんてないからさ、家にね。なので、ちょっとこれね、まあ、ちょっと大事に、やっぱね、開けていこうかなと思います。何が入ってる?ちょっと重さもあるし、これ何が入ってるのかなって感じなんですけど、ちょっとね、しっかり大事に開けていこうかなと思います。開きました。なんか今時めっちゃ汗かいたわ。はい、開きました。じゃあ早速ね、見せたいと思います。こちらです、ズドン。指輪でした。いやいや、巨人族か。でかすぎるだろ、指入んねえわ。腕入るわ。いや、体入るわ。こちらなんですけど、あれだわ。車運転する人は分かると思うんですけど、車にハンドルついてるじゃないですか。で、ハンドルってね、進行方向を決めるやつがあるんですけど、ハンドルに、これ、つけるやつだ。これ絶対そうだ。ハンドルにこうつけて、ってやるやつ。ねえ、いいんすか?アブちゃん。しかもこれ、あれでしょ?ねえ、南スーダンのこのなんかね、国旗というか、ね、国のやつの、柄のやつ、でしょ?プレゼント?いいっすか?っていうのもね、なんでこれがいきなり送られてきたかというと、僕、まあ、クスさんともすごい仲良くさせてもらってて、クス師匠ね、仲良くさせてもらってるんですけど、まあ、ちょっとかけとくか、首に。ちょっと首にかけるやつあんまりないと思うけど、一応かけておきますと。ということで、クスさんとすごい仲良くさせてもらっておりまして、で、ね、まあ、たまに、クスさんの、こう、車に乗せてもらうことがあるんですよ。で、その時に、クスさんの車の、このハンドルに、これがね、こう、巻いてあったわけですよ。はい。で、これ、なんすかこれみたいな感じで言ったら、あ、これね、アブちゃんにもらったんだよねみたいな。あ、南スーダンのやつですかって聞いたら、あ、そう、みたいな。めっちゃいいっすねっつって。で、これ、欲しいんですけど、みたいな。あ、本当?つって、じゃあ、アブに言っとくよ、みたいな感じ言って。で、アブちゃんに会った時も、ハンドルの、やつ、欲しいですよって日本語で言って、オッケーって言って、日本語伝わったのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、オッケーって言ってくれたんで、あ、伝わったのかと思ったんですけれども、それで月日が経って、なんと、それアブちゃんが、覚えててくれたらしいんですよ。はい。で、覚えててくれて、で、こちらが送られてきたぞ、ということで、
いやー、嬉しいですね。なんですけどね、ちょっとね、一つ、まあ、伝えておかないといけないことがありまして、まあ、これね、まあ、車にこう装着して、こう、ブーンって運転して、ってやるじゃないですか。なんですけど、ちょっと、ね、2、3ヶ月、4ヶ月ぐらいか、遡りまして、10月の末にですね、僕、車でね、事故をしてしまったわけですよ。はい。で、それで、MDC の前に、肋骨骨折しました、みたいな感じの話をしました。まあ、知らない方もいると思うんで、ぜひ MDC のね、動画見ていただきたいんですけれども、うん。その時に、ちょっとね、車がですね、まあ、使えなくなってしまったという事件が、起きてしまいまして、はい。なのでですね、今、手元に車がないわけですよ。なので、ちょっとこれね、でも来たからね、使いたいじゃないですか。だからもう、車なしで、もう、普段の歩行からやるわ。これ、やるか、それかだよ。それかもう一つ案があって、よくゲームセンターにさ、マリオカートあるじゃん。それに貼っとくわ。それに、そのマリオカートの300円くらいこう入れてさ、ね、横のやつと勝負してトランタンタンタントランタンタンタントランタンタンタンみたいなやつでさ、トゥ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 みたいなスターのやつとかあるじゃん。あのマリオカートにこれつけようかなと思ってるんですよ。いや、アブちゃんにはね、すごい申し訳ないんですけども、はーい。まあ、それは冗談ですわ。冗談として、まあ、車なんですけど、実はもうちょっとで来るんですよ。はい。なので、ま、それ来たらつけようかなと思っておりますので、ねえ、ゲームセンターには貼りません。もったいない。ねえ、だってそこだけめっちゃレアじゃん。ゲーセンさ、多分マリオカートのやつがさ、 4つぐらいあるでしょ。で、それ4つぐらいあって、でどれにしようかなってなったら、これあったら絶対それ選ぶでしょ。え、これめっちゃ珍しくねみたいな。絶対選ぶから、いやいや、やりませんよ。僕のですよ、これは。はい。なので、これをつけてね、次はもう絶対事故んないわ。これで事故りはしない。これ、もう、プチプチついてるし、なんかね、もうね、なんか、動かし心地いいもん、これ。めっちゃ動かし心地いいので、はい。ちょっとね、これがあってもしっかり、僕安全運転で、行こうかなと思っておりますので、本当にアブちゃんありがとう、ありがとうございます。今度、アブちゃんぜひね、一緒にドライブしようよ。一緒にドライブしてさ、ね、千葉だからさ、もう千葉からお前南相談行っちゃおうぜ。へへへへへへへ。安全運転で行きます。はい。安全運転で行きたいと思いますので、はい。またちょっとつけた写真とかね、もし撮れたら、撮ろうかなと思いますので、今度、ちょっとアブちゃんにもなんかお返ししたいなと思うんで、何かお返ししようかなーってちょっと悩んでるんですよ。ね、アブちゃんへのお返し。ちょっと皆さんに、ちょっとね、なんか意見もらいたいなと思うので、ぜひ皆さん、アブちゃんへの、応援コメント、プラス、お返しがなんかいいの思いついたら、ぜひコメント欄に、お願いできたらと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ブーン、バイビー。